拍手でお迎えください。39号車の女神たちです。はい、まずご登場いただきましたのはサードイメージガール木村楓ちゃん、そしてコベルコガールズ宮瀬ななみちゃん、太田あさみちゃん、朝倉さやちゃんです。よろしくお願いします。わあ、キラキラ、冬こそになったんだ。はい、とっても可愛らしく登場してくださいました。ではですね、早速なんですけれども、一言ずつ朝のご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。じゃあ、あさみん、ね、お願いします。皆さん、よしよしよし、ご安全に。2024コベルコガールズの太田あさみです。あさみん、はい、ありがとうございます。さっきまで雨が降ってたんですけど、止んで、みんなもカメラでね、撮影することができてよかったです。今回2日間、物販サイン会もあったり、ブリヂストンステージもあったり、盛りだくさんなスケジュールとなっておりますので、2日間たくさん私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。2024コベルコガールズのななみんこと宮瀬ななみです。はい、ありがとう。はい、ということで、オートポリスに来るのを楽しみにしていました。イエーイ。はい、今日は、お天気がちょっと今あれみたいなんですけど、私たちのパワーでどうにかサーキットが晴れますようにと願いを込めて1、2時間張りたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。さあちゃんこと桜さあやです。ありがとうございます。オートポリスということで、皆さんきっと長い道のりやったと思うんですけど、こうやって会いに来てくださってありがとうございます。今日も私たちと一緒に39号車の応援をよろしくお願いします。皆さんおはようございます。サードイメージガールのかえぴょんこと木村楓です。おはよう。残り3戦となって、すごいもうあっという間っていう感じなんですけど、みんなと一緒にいっぱい思い出作って39号車今日も応援していきたいと思いますので、2日間よろしくお願いします。はい、そしてコベルコグループのラグビーチームがコベルコ神戸スティーラーズです。コベルコ神戸スティーラーズはどんな逆境も笑顔で乗り越え、見る者に熱い炎を灯していきます。恒例となりましたサイン入りラグビーボール、今年も用意したのでぜひ受け取ってください。それではいきます。せーの、ゴーゴー神戸スティーラーズ。およく、ありがとうございます。そしてコベルコグループでは今シーズンからケーステッキが登場しました。こちらも合わせて覚えてください。よろしくお願いします。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ちょっとね、打ち合わせもままならぬ朝、本当にバタバタね来てくれたんで、大急ぎで駆けつけてくれました。とっても可愛い PR ね、ラグビーボールゲットされた方おめでとうございます。ありがとうございます。今日他でもラグビーボールってどうですか、おとといは。はい、今回トヨタステージでも、紹介させていただきますので、はい、ゲットできなかった方はぜひまたゲットしてください。はい、ありがとうございます。じゃあね、取れなかった方ぜひぜひトヨタステージの方にお集まりください。それではですね、カメラマンの皆さん待ちきれないと思いますので、撮影タイム行かせていただきたいと思います。撮影タイムスタートです。まずはスタッフが記録用1枚撮らせていただきます。はい、寒いのに半袖半ズボンで頑張っております。はい、
よろしいでしょうか。それではカメラマンの皆さん、お待たせいたしました。撮影タイムスタートです。はい、オートポリスにお集まりのカメラマンの皆様、ブリヂストンブースにようこそお越しくださいました。もうね、39号車の女神たち、どこに行っても大人気でございます。ただね、こんなにじっくり撮影タイムを取れるのはブリヂストンブースだけではないでしょうか。もしかしたらまだですね、このメンバーのこと知らないなんていう方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと BGM 代わりに私の方から簡単にご紹介させていただきましょう。まずですね、皆様から向かって一番左側サードイメージガールの木村楓ちゃん、通称カイピョンです。せーの、カイピョン、ありがとうございます。もうね、皆さんご存知だと思います。昨年カイピョンはレース圏デビュー、なんとそのフレッシュな魅力愛嬌で大人気、2023年の新人部門グランプリを獲得しております。拍手。もう今シーズンはどこのサーキットに行っても絶対これは言うって決めているんです。はい、今年はね、2年目ということでレースクイーンとしてね、どんどん成長しているカイピョンですが、なんとレースクイーンとしてだけではなく、他にも様々な挑戦をされています。まずですね、今ヤンマガ G リーグっていう、皆さんご存知ですか、ヤングマガジンのね、グラビアリーグにチャレンジしています。で、このリーグでね、見事、決勝進出で優勝するとヤンマガの本誌に掲載され、さらにデジタル写真集、しかもグアムで撮影したデジタル写真集を出せるということなんですよ。皆さんどうですかね。え、カイピョンは9月のリーグで見事予選第1位突破いたしました。ファンの皆さん、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんカイピョンの、ね、デジタル写真集、そしてグアムでの、ね、ちょっとセクシーショットも見れるかもしれませんので、応援よろしくお願いいたします。そしてもう一つチャレンジしております。先日発表されましたが、ライジングアール2025候補生としてオーディションにも参加しております。ね、今度は格闘技ですか、グラビア、格闘技、レースアンバサダーとね、いろいろな方面で活躍するカイピョン、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。11月19日東京リーデのオンライン撮影会、23日は東京リーデの撮影会、これは初ということですので、皆さんね、興味がある方は SNS などチェックしていただければと思います。はい、そしてそのお隣、コベルコガールズ宮瀬ななみちゃん、ななみです。せーの、ななみ、おお、すごい大声援飛んでおります。ななみは車酔い治ったか、治った、可愛い笑顔が出てる、多分治った。はい、ななみはですね、2021年レースクイーンメディバンク賞、そして22年にはレースクイーン大賞、東京中日スポーツ賞ダブル受賞しているという逸材でございます。ご挨拶の時にも感じていただいたと思いますが、このあざとかわいい クマキャラで、ね、翻弄されている方も多いと思います。もうね、先日はななみんの胸元がセクシーすぎるというね、ドキドキさせちゃった事件で日刊スポーツさんに掲載され、ヤフーニュースにもなってましたよね。もうこんなところでも小悪魔キャラを発揮しております。さあ、そんなななみ、22日にスムースのオンライン撮影会、そして26から27日は D1 グランプリ、これはセクシー注意報出たやつですね、気をつけていただきたいと思います。で、24日はフェスタでの撮影会も予定しております。皆さんぜひぜひチェックしてください。さあ、そしてそのお隣、太田あさみちゃん、あさみんです。せーの、あさみん、ありがとうございます。もうね、あさみんはコベルコガールズ今年で5年目ということで、リーダー的存在、チームをしっかりとまとめてくれています。あさみん、2021年日本レース圏大賞メディバンク賞受賞、テレビや雑誌、イベントでも大活躍をされているあさみんですが、 GT だけではなくね、ルーキーレーシングのガズーレディとしても様々なカテゴリー、モータースポーツ全体を盛り上げています。で、そんなあさみんからこの間ちょっとお知らせがありました。2025年度ルーキーレーシングとともに戦う家族を募集している、新卒、中途採用も問わずエントリーを募集しているということなので、もしかしたらね、これに採用されたらあさみんと一緒にお仕事ができるかもしれません。皆さんぜひ
ひぜひ SNS チェックしてください。はい、それにですね、新グッズ、ここはオートポリスで、ね、新グッズも後ほどあさみんから紹介してくれるということですので、皆さん楽しみになさってください。さあ、そしてそのお隣、朝倉さやちゃん、さあちゃんです。せーの、さあちゃん、ありがとうございます。今年新加入のさあちゃん、非常に、ね、フレッシュな魅力満載ですが、2022年日本レースクイーン大賞新人賞以来、一旦ね、活躍されていた、著しい活躍をされているピンクレースクイーンちゃんです。でコベルコガールズとしてね、今回新人さんということだったんですが、ちょっとね、体調とかもあってなかなかね、ブリヂストンステージの方にもお越しいただけなかったんですが、今回久しぶりに登場してくれました。お姉さんもとっても嬉しいです。はい、ファンの皆様とね、時間を共有できることをとても楽しみにしているというサーちゃん、ね、いろんなことにも挑戦していただきたいと思います。はい、というわけで、さあ、そろそろ撮影タイム終了になりますので、カメラマンの皆さん、視線を合わせた、ね、写真撮影していきましょうか。はい、まずはですね、真ん中のカメラマンの方に4人みんなでね、ちょっと視線を集めてね、素敵なポーズを決めていただきましょう。さあ、カメラマンの皆さん、どんどんね、アピールしていただいて、4人の視線独占してくださいね。手を挙げて、ここを見て、ここを見て、俺を見て、俺を見て、そんな気持ちでシャッターを切っていただきたいと思います。いいですね、楽しそうですね、後ろの方。はい、いきます。3秒前、2、1、はい、そこまで。はい、では左側のカメラマンの皆さん、あ、女性が多いですね、嬉しいですね、女性カメラマンの皆さん。はい、ね、女性が女性を撮影するとまたね、男性目線とは違ったね、可愛い表情を引き出すことができるかもしれないですね。はい、どんどんね、アピールしていただきまして、4人の素敵な写真ね、撮っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。お願いします。はい、さあ、5秒前、4、3、2、1、はい、そこまで。お待たせしました、右側のカメラマンの皆さん。はい、さあ、女神たちはあなたを見つめていますよ。ドキドキしながらアピールしていただければと思います。こっちを見て、こっちを見て、そうですね、手を挙げていただいたりするとね、視線集めやすいと思います。さあ、よろしいでしょうか。はい、5秒前、4、3、2、1、はい、そこまでです。ありがとうございます。で、このお天気にもかかわらずね、本当にこの撮影タイムだけね、晴れ間が見えてまいりました。さすが持ってますね、女神たち。ではですね、あさみん、最後にね、もう一言。はい、はい、ここでお知らせをしたいと思います。今回もですね、サードから新グッズが登場していまして、まずは大人気のご当地ステッカー、皆さんもゲットしてくれましたでしょうか。あ、素晴らしい、ありがとうございます。こちら数量限定となっておりますので、皆さんぜひ、ゲットしてください。そしてですね、ポーチ付きのカバンも、新登場しております。はい、こちらですね。はい、ありがとうございます。こちらもメンバーみんなの分と、皆さんもぜひゲットお願いします。物販サイン会、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。じゃあ、せっかくだから一言ずつね、もらっちゃおうかなね。あと3戦しかないから、じゃあ、さちゃんからいく。はい、はい、あと3戦しかないんですけど、今年は台風の影響とかもあって、12月まで皆さんとチームのみんなと一緒に、レースに来ることができるので、最後まで一緒に応援をよろしくお願いします。はい、早くも残り3戦となりましたけれども、後半戦いいレースになりますように、最後まで全力で私たちと応援の方よろしくお願いします。12月は延期になったサードシーズンエンドパーティーもありますので、皆さん最後に一緒に楽しく、過ごして今シーズンを締めくくりましょう。よろしくお願いいたします。はい、宮瀬七海です。今この
のコメントを言うまで残り3戦だね、あっという間だねみたいな実感が全然なく今シーズン駆け抜けてきたんですけど、なんか改めてあと3戦しかないんだって思うと寂しいなっていう気持ちと同時に、39号車に少しでもチャンピオンに近づいてほしいなっていう思いが生まれました。このオートポリス戦では39号車が表彰台に登れるように、私たちが勝利の女神になれるように全力で応援したいです。2日間よろしくお願いします。改めまして木村楓です。私はサード2年目なので TGR チームサードに対する思いが去年よりももっともっと強くなってて、サードが表彰台に立つ姿を見たいなって思いながら毎戦応援しています。残り少ないです。残り3戦となりましたが、みんなと一緒に同じ気持ちで精一杯応援していきたいと思いますので、ぜひ皆様も私たちと一緒に応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当ね、あと3戦です。皆さんとね、楽しい思い出たくさん作っていただきたいと思います。七海愛よありがとう大丈夫大丈夫どうぞ大きな拍手でお送りください。39号車の女神の皆さんでした。さあちゃん気をつけて、足元ね、お気をつけて降りてください。はい、コベルコガールズ、朝倉さあやちゃん、太田あさみちゃん、宮瀬ななみちゃん、そしてサードイメージガール木村楓ちゃんでした。大きな拍手をお送りください。